どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手にということで、ちょっと運転してますが、これから仕事に向かいます。今回の動画は、タイトルにもあるように、群青豊と曲作りをする企画動画、丸4かな、はい、丸3で、もう作曲っていうか、まあ曲作りに入ってるんですけどね、ギター持ってね。だからそっからはずっと曲作り編みたいな感じかなって僕の中では想像してたんですけど、思ったよりも群青豊くんからの、まあアンサー動画ですねが、まだこのなんつうんだろうな、やり取りがうまくこうがっちり収まってないので、また今回は喋りだけになりますが、そうですね、とりあえずまず思ったのは、だんだん明るくなってきたねっていうそこですね、あの群青くんがね、それはすごく、いい感じかなと思います。最初もうほんとお通夜みたいだったんで、だんだんこう良くなってきた。で、彼もあの彼の中での作詞作曲で、まあ、作詞はこうもらってるから、そこからあの曲作りは僕の方でやってますけど、彼も作曲を一緒にするっていう、まあ、僕のこう言ったことをやってくれてるっていうか、それはすごくいいことかなと思います。同じ歌詞なのに、まあ、僕は歌詞あのちょいちょい変えちゃってますけど、別なこうメロディーができるっていう、これは面白いですよ、やっぱ作っててね、あそういう感じみたいになりますけども、でまだ彼の中でこの引っかかりというか、まあ4人で一つの曲を作るというところに、まあすごく魅力を感じているというところなんですけれども、まあ前の動画でも丸2の方でも僕は言ったんですけども、まあ、難しいけどもやりたいんだったらやっていいんじゃないっていう、そういうスタイルです。まあそれはすごくなんだろう、一緒にやる上では嫌かもしれないけどね、そのやるなんだろう、やる気みたいなものがこう同じラインにこう立ってないっていうのは一緒にやる上では面白くないかもしれないですけど、とだからそのなんつうんだろうな、4人がこうまとめてね、まとまって一緒にやるっていう、同じやる気の上で立ってないから僕は難しいっていうのもあるし、まあ他にもいろいろ理由はあるんですけれども、だからなんつうんだろうな、まあ厳しいこと言うと、それを企画した群青豊が僕らをそうさせないと、まあダメっちゃダメなんですよね、まあだからそのいろいろ例えてね、こういう理由だっていうのを言ってくれたんですけれども、まあ、それに対してのね、まあアンサー、そのアンサー動画に関しては、まあ、彼に直接 LINE でも言ったんですけど、まあ、僕だけですね、その金田君と大島さんは2人は2人のやり方があるから、あくまでもそのアンサー動画に固執するっていうのは僕があの出した僕の中のルールであってね、どうせならそういう動画でやり取りした方がいいんじゃないっていう、彼ら2人は別にやるかやらないかは自由なんですよ、その動画をね上げるかどうかは直接 LINE で、返してこういう意見だっていうやり方で全然いいと思うんでね、こんな回りくどい言い方しなくても僕はあくまでもこの動画内でこう伝えるっていうことにちょっと固執してます今回は、で、まあ、金田君のねその LINE グループになってるから、僕もそれ見て全然あのうなずく部分があるのでね、僕は金田君の意見には全然賛同だし、やっぱり難しいんですよ、難しいし、その群青君が群青君言いづらい田村君がまあ言ってた、その例え気持ちは分かるんですよ、気持ちは。でもね、ごめんね、一言で言うとちょっとなんだろう、すごく冷たいかもしれないけど、理想論にしか聞こえない、だからその理想を掲げることを否定する気はない、したら夢も希望もなくなるじゃんっていう話になってくんで、
理想は持ちますよ。僕だって理想をいっぱい持って今も持ってる部分はあるし、でもそれは持ってていいんだけども、じゃあそれを、要は自分以外の誰かと何かをするっていう時にその理想だけを掲げられても人はついてこないっていう厳しい現実があるんですよ。それはしゃあない。もういろんな経験、大した経験はしてないけど、その経験上ね、そういうのはある、ってことはその誰かをこう巻き込む、一緒にやるっていう時にはその一緒にやる人たちも、その田村くんが掲げる理想を理解して、でそれに向かって、要は同じ目標ですよね、そういう風に持って突き進むっていう、要はスタートラインをまず一緒にしないとなかなか難しいっていうところなんですよ。だから今回の4人の作曲っていうのは、まあ頼まれたし、別に嫌じゃないし、それはやると。でも前回も言ったように主軸は田村くんがやってくれるんだったらいいんじゃないっていう、だから僕らは僕らで作りますと、じゃあそれをどういう風にこうつなぎ合わせていくかは田村くんがやってくれたらそれはそれでいいんじゃないかなって思うし、ここが難しいってなったら直接的にここはどうしたらいいかっていうのを直接的に聞いてくれれば、そこは各々やると思うんですよ。4人で曲を作りましょう、1曲作りましょう、はいスタート、じゃあ動かないえどこまでやればいいのっていう感じになるから、お互いね、じゃあ A メロ担当みたいな、B メロそっちみたいな感じになるある程度こうルール化しないと、前には進めなくなっちゃ う、 こう自由がゆえに動けないっていうところですね。はい、であとそのなんだ、売れた時のことを考えて、そのなんだ誰も要は分からない曲だから魅力がある、それもいいんですけど、そんな未来のことはあまり考えなくていいよ、大事なのは作品だから、まずは、だから誰か分からないとか名のある人とかそんなのはとりあえずどうでもいい、まずはまずいい作品を作るっていうことが大前提なのね。核となる部分がないのに、その外側のこういう風になった場合はこうとかっていう、そういうネガティブな部分を今考える必要はないと、それはいい作品ができてから考えればいいんじゃないかなと思うんですよ。まずは本当にじゃあ売れるというか、多くの人がいいと思えるような曲をじゃないと先には進めない。まずはもうとりあえずいい曲じゃないかな。だからそれはあいみょんが作ろうが米津さんがこう共作でやろうが、そういうことではなくてな、どんなに有名な人がタッグを組んでやっても、それが果たしていい曲かどうかなんていうのはわからない、過去にそういうね夢のコラボみたいになって大した売れなかった曲もいっぱいありますから、ましてやこの名もないミュージシャン4人が集まって、実績がない、でも僕は知ってるからね、全員僕は面白いと思う。だから全然それを知らない人がそれを知った時にどうかっていうことなんです。だから田村くんが気にしてるのはその何だろう、広告とかその PR の感じ、その辺をすごいなんか思ってるのかな。まずは作品だから、まずいい作品を作るっていうところにまず固執していいものを作る。だって、ね、作り上げないことには何も始まらないから、だからとりあえず今やるべきことは
僕はですよ、僕は今もらったね、詩をこうベースとなる詩を僕なりにこう歌というものに作り上げていくっていうことをしていくので、それをとりあえず待ってもらえたらなと思います。まあ途中経過ごとにアップはしていくんで、曲作りの方はね、多分その1回では終われないんですよね。時間がなくてなかなか曲作りするのもチャンスがないとできないので、今僕はそういう状況なので、なので、まあそれに対しての、意見だったりあれば、それ動画ないし、LINE でくれてもいいので、とりあえず僕は目の前の曲を、作り上げるということです。はい、そんぐらいかな。まああとあれか、最新の方、群青くんの、田村くんの新しい方、一番新しいやつ聞いて、その A メロ B メロ、最初のバラード調のところ、つなぎをどうしたいの、どうなってんのかっていうのが気になったね。バラードからその A メロに行くつなぎのとこがブチって切れてるから、その次の B メロもね、そこがうまくできないっていうスランプだったのか分かんないけど、あれはそのそれぞれで作るのは問題ないかもしれないけど、それをどうつなげていくかっていうのが難しいの。バラードポップ三拍子、と、うん、いうわけで、はい、今日は何日だ、4月11日ですね。はい、そうそう、もう4月ですよ。4月、雪もだいぶ溶けてきましたけれども、まだちょっと寒いですね。まあ、北海道この地区はちょっとまだ寒いし、家の前はまだちょっと雪がね、まだたんまりあるんですけども、いやー40になりましたね。ここで言うかっていうねつい最近40歳になってね、ここであえてこう年取ったアピールでそうそう、40歳何してたか、普通に過ごしてましたね。普通に休み取って、うん、家族と普通に過ごした。その普通がすごく幸せだなと思いました。はい、でちょいちょい田村君から LINE がいっぱい来ててうわ今返せねえなと思いながらそうそう、誕生日だった4月9日で、ね、別に特別でいたいなと思わないけどね、40歳になったなと思いながら過ごしてました。大好きなピザ屋さんに行って、ミトンピザって温泉街にあるんですけど、そこで食べてね、とても幸せでした。はい、というわけで、以上アンサー動画でございました。仕事行ってきます。さよなら。